目の前に何かが泳いでいるのに気づいたことがありますか小さな虫や透明な絵体の知れないもののように見えるかもしれません。それでもっとよく見ようとすると消えてしまって目をそらすとまた現れる。でも目を洗ったりしないでください。実はこれはよく起きることで浮遊物と呼ばれるものです。この浮遊物の科学的名称はムスカイボリタンテス。ラテン語で異文書を意味していて その名の通り煩わしいものです。しかし実際は虫でもなければ外的物質でもありません。それは眼球の中に存在するものなのです。その浮遊物は動いたり形を変えたりするので生き物のように見えるかもしれませんが生きていません。浮遊物は網膜に影を落とす小さい物体。網膜は目の奥にあって光を感じる組織です。浮遊物は組織の小変化、赤血球か、タンパク質の塊かもしれません。小子体液中に浮遊しています。 調子体液は目の内部を満たすジェル状の液体ですだから浮遊物は目が動くと一緒に漂って目の動きが止まると浮遊物は少し弾みます大抵の場合浮遊物はほとんど目立ちません網膜に近づくほどはっきり見えるようになりますそれはまるで電灯の下のテーブルに手を近づけるのと同じようなことでもっとくっきりした影を作ることになります均一に明るい表面を見るとき特に浮遊物が目立ちます 空白のコンピューター画面や雪や晴れた空を見るときです。背景の均一さが浮遊物をよりはっきりさせるからです。光が明るくなればなるほど動向が収縮します。このことは大きく広がった光源を一つの光源に取り換えるのと同じような効果をもたらし、はっきりした影を作ることになります。この他にも浮遊物による視覚現象と同じようなことがありますが、全く別のものです。 明るい青空を見たときに、小さな光の点が素早く動くのを見たことがあるでしょう。この体験は、ブルーフィールド内視現象といい。ある意味では、浮遊物を見るのと反対のことです。この場合は、影を見ているわけではありません。小さな動いている窓が、光を網膜まで通過させているのです。この窓は、網膜の表面にある毛細血管を通って動く、白血球によって作られます。 白血球が毛細血管を満たすほど大きいと、白血球の前に結晶だけを含むスペースができます。白血球とこの結晶部分はともに毛細血管の中にある赤血球よりも青い光をたくさん透過させるので、この現象が起こるといつでも動く光の点が見られます。この点は毛細血管の流れに沿って脈拍と同じリズムで動きます。いい条件が揃えば、点の後ろに黒い尾のようなものまで見えるでしょう。これは 白血球の背後に集まっている赤血球です。ある科学博物館では青い光の画面の展示がしてあり、そこでこの青い光の妖精を普段よりもずっとはっきりと見ることができます。この目の体験は誰にでもできますが、個人によって数や種類は大きく異なります。浮遊物の場合は脳がそれを無視することを覚えるので、多くの場合は気づきません。しかし、異常に数が多かったり、大きな浮遊物が視野を妨害する場合は、 もっと深刻な状態を示していて、すぐに治療を受ける必要があります。しかし大抵の場合、内視現象、例えば浮遊物や青い空の妖精は、実は自分が見ているものと思っているものが、外部に存在しているものではなく、生物学や心理によるものだということをそっと教えています。重要な質問です。なぜ左利きの人がいるのでしょうか。この動画でご紹介します。 新しいことを学ぶチャンスをお見逃しなく。ぜひチャンネル登録しましょう。